ディールミッセンは、ドイツ連邦共和国にイーダーザクセン州、ホルツミンデン軍北部に位置する町村であり、ザムトゲマインデーシャースハウゼンシュタットオルデンドルフを構成する自治体の一つである。ディールミッセン集落、ディールミッセンはイート山地の麓のイートベルデに位置している。ディールミッセンは、東と南は、リュアーディッセン、西は、キルヒブラーク、北は、 晴れと境を接している。現在の町域は800年頃にはティリーチガウとビカーナフェルデガウとの境界領域に位置していた。ティリーチガウはザクセンの本拠地の一部に属した。ディールミッセン集落は1151年8月23日に初めて文献に記録され、1194年から1401年まで。 近隣の収録を拠点とする騎士家でディジルミスンの所領であった。1946年までディールミスンはブラウンシュバイク州に属しており、ベーザーハルツ地域の一部となっていた。この町は様々な表記がなされている。意味、チオセロミーの故郷、チドヘルムズ付船から現在のジエルミスンまでは大きな問題なく説明可能である。現在では 様々な国にダイアミスンという性がある。例えば、コスタリカ、USA、カナダ、エルサルバドル、ドイツなどである。特に著名な人物としては、ドイツの作家、ヨハネス・ディ・ールミッセンがいる。ロマネスク様式のプロテスタントの聖ニコラウス教会は13世紀、初めに建設された。 この教会は内部に見どころを所有している。16世紀初めの祭壇が、ルネサンス様式の説教団、数多くの使徒像、ネオゴシック様式のオルガンなどである。教会の近くには立派な多くの木がある。2010年からディールミス線のロマネスク様式の、プロテスタント教会は改修され、建物の劣化した土台部も修理された。 ディールミッセンのカトリック教会聖ヨハネス教会は2004年に閉鎖され、現在は指定として利用されている。40年以上前の教会の鐘、聖、ヘドビヒト、聖ボニファティウスは2008年11月にパラグアイのエンカルナシオンに移設された。古い木組建築の旅館、ガストハウスアンガークルークには1801年に ヨハンボルフガングフォンゲーテが登入している。ディールミッセンの髪型、イートさんの尾根をヨーロッパ広域うほど E11 いい号線が、通っている。ディールミッセンには、イートベルデ・ベーザーベルクラント推理連盟の本部がある。これは、ザムトゲマインでシャーイコール・シュタット・オールデンドルフ、ザムトゲマインでボーデンベルダー・ポレ、ザムトゲマインでボフ線の上下水道を管轄している。 ありがとうございます。